どうも。今日もね、アークでモッド生物、テームしていきます。で、今回ね、テームしていくのは、はい、あちらですね。めちゃくちゃ目が光っているこいつ。デルタドロメウス。こいつをね、テームしていきます。すごいよな。めちゃくちゃ目から光出てる。こんなに、目から光出るやつおる？すごいよな。なんか、あれだな、刑務所とかにありそうなライトだな。まあ、やっていきましょうか、テイム。で、こいつのテイム方法は、手渡しテイムなんだけど、この手渡しできるのが夜限定なんですよ。だから、まあ夜じゃないと手渡しできませんと。朝とかだったらテイムはできません。っていう、まあちょっと特殊な生物です。あー、眩しい。ということで、ほら、食え。アイコンはガリミムスだな。まあ、確かにちょっと見た目もガリミムスっぽいし。すごいな。めちゃめちゃ明るそうだね。目の前。よし、来た。はい、デルタドロメウス。無事テイムできましたと。サドルをつけて、ステータスはこんな感じです。おお、おお、すげえ、ちゃんと光る。あ、綺麗。めっちゃ綺麗だな。ほら、もうすげえ怖いんだけど、逆に。こんな一点集中で、照らされたらやばいな。あ、でもすげえわ。新しいね。こうやって、自分自身を照らす、ん？自分自身照らすっていうか、まあ、目から光を発する生物っていうのは。あぶね、イクチョルニスいるな。で、ほら、ちょっとなんかみんな、これ赤いキラキラ出てんじゃん。これこいつの能力なんだけど、こいつのね、この光ってる目に照らされると、まあ、恐怖状態になって、攻撃力と防御力が 10% 低下するらしい。ただね、全員が全員そういう感じになるわけじゃなくて、ほら、ご覧の通りね、トリケラトプスにやっても、まあ、ああいう赤いマークは出ないと。まあ、これの能力が150ドラッグウェイト未満の生物限定で、まあ、ドラッグウェイトってなんだっていうと、ま、俺もよく知らないんだけど、どうやらね、まあ、内部データにある恐竜の重量らしい。うん。なんか聞くところによると。だからまあ150ドラッグウェイトがどれくらいかわかんないけど、まあこのカメさんも恐怖状態になんないから、まあ150ドラッグウェイト未満ってことは、まあ小型生物とかぐらいの、なんだろうな、まあそういうドラッグウェイトなんでしょう。じゃあとりあえず性能見ていきますか。すげえ。正面から見た時のこいつの怪しさ半端ねえな。めちゃめちゃ怪しい。すごい、なんか逆に神秘的だわ。星空と相まってなんか綺麗に見えるわ。それじゃあ早速性能見ていきます。まあ、通常攻撃は、噛みつきだな。で、次が、おお、すごい声出したな。てか、ライトの位置がめっちゃ動くな。おお。まあ、これは方向ですね。まあ、方向したところで特に意味はありません。で、おお。これはシーキーの技だけど、キックだね。キックにしては飛距離が短い。なんだろ、踏みつけてない？あ、てか大丈夫かな？もうちょっとで、ああ、朝来るね。4時になっちゃう。まあいいや、まあこのキックが、このキックの能力が、まあ150ドラッグウェイト未満の生物へ 2.25 倍のダメージらしい。てかちょっと夜明けちゃったわ。まあでもまだいける。アークの世界では5時ぐらいまでは、夜判定になるから、このうちにちょっと性能を見ていくか。噛みつきいきます。よいしょ。107か。
まあ、ぼちぼちだね。うんで、ちょっと待って、イクチオルニスが怖いんだよな。あ、でも、そうか、恐怖状態になってるから逃げてるんだ。だからイクチオルニスにも襲われない。ああ、これ嬉しいね、地味に。噛みつけて107でしょ。じゃあ、キックいきます。キック。キック。おお、336。ちゃんと倍率乗ってるね。キック。キック。このキック意外と、意外と攻撃の出が早いから、地味にちょっと使えそうだね。まあ、小型生物相手限定だろうけど。んで、まあ、攻撃モーションは異常っぽくて、で、これだな。次のモーション。よいしょ。はい、座るやつ。で、この座るモーションなんだけど、すごい状態で座ってるな。っていうか、座ってるのに騎乗解除されない。俺最近よく座る生物テームしてるけど、あ、光消えた。光消えちゃった。まあ、最近俺座る生物そこそこテームしてるんだけど、全員座るたびに騎乗解除されんのよ。でもこいつは座ってる状態でも騎乗できてる。ていうかすごい状態だな。なんか疲れない逆に。逆に疲れそうな座り方してるけど、なんかカンガルーみてえだな。まあ、こう見ると首長いね。まあ、ちなみにこの座ってる状態だと、自然回復量が早まります。で、こんな風に早くなりますよ、と。まあ、光を出さなくなると、ご覧の通りね。まあ、赤い光を出さなくなりますと。あ、でも、光なくても300ダメージは出るな。なかなかやるじゃん。あ、でもちょっと火力は下がるね。さっきの107ダメージは、あれか、恐怖状態だったから、107ダメージだったってわけか。まあでも十分だよ。137、あら。あ、そうか、そうだもんな。小型生物ならまだしも、こういう中型生物相手となると、このキックの倍率は乗らないからな。なるほど、なるほど。はい、ということでね、以上、デルタドロメウスの性能でした。夜になるとね、目から光を出すのが、なかなかね、斬新でした。一応ね、夜になると、目が光る生物はちょこちょこいるんだけど、光をね、出すっていうタイプはいないんで、なかなかね、新しいね。ただこの光をね出すのが夜限定っていうのがちょっと辛いね。夜だけじゃなくていつでもねこの光をオンオフっていう風に切り替えれたらね、暗いね洞窟攻略とかにも使えそうだったんだけど、それができないのがね残念。戦闘能力もね、まあ、高いわけじゃないんで、この子の使い道としては、まあ、拠点のね屋上とか高い場所にね置いておいて、で放浪モードにしておけば、夜が来た際にね目が光ってこんな風に刑務所みたいな感じのねライトが、まあ、こんな感じで再現できそうで面白そうかなって思いました。まあただこの光を出す感じが唯一無二な感じがして、しかもねこいつ座るとき、こんな感じで騎乗解除されないっていうのがね、まあいいなって思いました。なんか座ってる状態でこう目から光発してんの、なかなか不気味だね。はい。てな感じでね、今回はここまでにしたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。